はいどうも、一般人工作室の麦茶です。皆さんは 3D プリンターを使うとき気をつけていることはありますか？僕が気をつけているのはフィラメント材料の防湿と乾燥です。 3D プリンターのフィラメントって水分を含んでしまうといろんなトラブルが起きるんですよ。材料の融点と比べて水分の沸点は明らかに低いので、材料を溶かした時に水分が蒸発してしまって気化熱によって熱を奪われて突出不良が起きたり、糸引きが発生したり、前はできていたのになんか汚ねえなってなることがあります。なので僕が 3D プリンターを使う時は基本的にこんな感じのケースからフィラメントを供給して使ってます。あとは新品だとしても使う前にとりあえず乾燥かけたりとか、水分を含みやすい TPU だったりナイロンのフィラメントを長期間保存するときはアルミパックに入れて保管したりとか、いろいろ気を使ってます。そのおかげで結構安定した造形ができてますね。ただ今回はそんな防湿と乾燥どちらもできるフィラメントのケースをいただいたので紹介していこうと思います。それではこちらを開封していきます。温湿時計かと思ったら湿度だけなんだね。はい、開封できました。それではスペックを見ていきましょう。この商品はポリメーカー製のポリドライヤーです。フィラメントの乾燥防湿ができる便利商品ですね。金額は少し高めかな。大抵の1キロスプールが入ります。一般的な材料であれば乾燥できますね。温風を使った乾燥方法です。電力レベルと時間を選んで乾燥させます。連続モードを使えば乾燥しながら 3D プリントもできちゃいます。乾燥機とボックスは分離可能で、ボックス単体でも売っています。ボックス単体の値段は割と安いですね。じゃあまずはフィラメントを入れてみますかね。結構ここのロックが硬いっす。めちゃめちゃ硬い。ここにちゃんとパッキンがついてます。結構しっかりしたゴムがついてますね。割と固めかな。耐久性が高そうです。まずはスプールがプラスチック製のフィラメントを入れてみます。あー、なるほどね。はい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 。ちょっと硬いかな。ちょっと硬いね。ベアリング使ってるのになんでやろう。ちょっと外してみるか。こんな風にベアリングが使われてるんですよ。あ、結構簡単に抜けれない。はい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 。理解理解理解。あー、結構ね、単純な形をしていて、ベアリングがただパイプにはまってますね。結構なんかガバガバだな。スルスル動けちゃうんで、このパイプの端の部分が多分ここのプラスチックに擦れてるっぽいな。あ、やっぱ擦れてますね。ここが擦れてるんで、まず抵抗を生んでますね。あとは多分直径もちょっと小さめかな。 7.8 ってなんか不思議な寸法のパイプだな。8ミリ弱なんで、もうちょっと多分太いパイプだったらスルスル回りそうだね。若干なんか惜しいかな。結構見た目いいんだけど、若干ここのベアリングの作りが雑ですね。
ちょっともったいないな。ここもうちょっとちゃんと作られてればいいんだけどな。もうちょっと太くしたりとか、あと段付きとかにしたら、まあ、若干コストはかかっちゃうけど、まあ多分ね、最近のプリンターだと結構あのエクストルーダー、フィラメントを送り込むところの機構が強いんで、多分大丈夫だとは思う。ほとんどのプリンターで大丈夫だと思う。このケースとプリンターが離れた位置にあって、ガイドチューブが長いと若干ちょっと押し出し不良とか起きそうだね。ちょっと家庭な、まあまあ許容範囲ではあるかな。まあもし気になる人は、僕が前動画で紹介したような構造にすれば、まあ多分スルスル回るようになると思います。紙製のスプールも入れてみます。ちょっとねガリガリするね。いやマジで惜しいな。ここがな、もうちょっとスルスルだったら嬉しいんだけどね。本当に惜しいな。で、紙製のスプールだとこの外周部分が歪んじゃったりするんですよ。なんかその時用にこういう軸がついてて、こういう使い方もできるみたいな。あ、なんかまだこっちの方がスルスルだね。ベアリングに当たってる時よりまだ滑らかに回ってる。なるほどね。ほんでフィラメントを出すところは2箇所ですね。上側と横側で付属のガイドチューブを入れてみます。ちゃんと蓋がついてるんですよ。でゴム製ですね。結構柔らかめのゴム製です。でこいつをぶっ刺すみたいな感じですね。まあいいっすね。なんか適度な硬さですね。よくできてます。ここからフィラメントを出す感じ。チューブの直径は6ミリですね。結構ゴムが柔らかいんで、もしかしたらもっと細いやつでも入るかな。ちょっと試してみるか。外径4ミリのテフロンチューブを入れてみます。プリンターによってはガイドチューブが4ミリだと都合がいい時があるからね。あーなんか意外と使えそうだな。ちょっと緩いけど、使えんこともなさそう。それでは乾燥機を使ってみます。でこの乾燥機の上に乗っけるんですけど、この下側に蓋があってこいつを取ります。ちゃんとここにもゴムがついてます。で取ったら乾燥機の穴と合うようになりますんで、セットするって感じですね。こっから暖かい空気を入れるんだよね、多分。吸気と排気なのかな。排気と排気だったら効率悪そうだけど、まあ、とりあえず使ってみますか。はい、起動するとこんな感じ。かなりシンプルですね。 M ってやつを押すと電力レベルが変わるらしい。3段階、温度かな？温度が変わるのかな？ 3 段階に。で、プラスマイナスを押すと時間が増えます。30分単位ですね。で、このスタートスイッチを押すと、はいはいはい。音が鳴って温風が出てるのかな？ちょっと外してみよう。ちゃんと吸気と排気でやってますね。この前側で吸気して、中で温めて、この後ろから排気してます。いや、素晴らしいな。分かってますね。ちゃんとしてます。とりあえずよくできてると思いますね。これはいいね。ほんで乾燥が終わったら、外して、取り外した蓋を戻すって感じですね。このボックスとドライヤーのセットで売られてるんですけど、とりあえず最初1個目はドライヤーセットで買って、2個目以降はボックスだけ買えば良さそうだね。それではこの商品を使ってフィラメントの吸湿を解消できるのか試してみます。はい、今回使用するフィラメントがこちら、フラッシュフォージの PA、まあ、ナイロン製のフィラメントですね。 3D プリンターのフィラメントで吸湿するって言ったら僕の中ではナイロンなんですよね。まあ、より吸湿しやすいフィラメントで PVA っていう水溶性サポートがあるんですけど、
そっちだとね、救出しちゃうとそもそも印刷が全くできなくなっちゃうんで、まあ比較用としてはナイロンがいいのかなと思って今回はこれを使っていきます。ちなみにこのフィラメントはわざと救出させるために1日ほど家の中に放置しました。乾燥してると結構パリッとカチカチなんですけど、だいぶ救出してきたのか柔らかくなってますね。まあ、もっと救出するとふにゃふにゃになります。まあ、こんぐらいにしとこうかな。あんまり柔らかくしすぎるとそもそも印刷ができなくなって比較しようがなくなるので、とりあえずこんぐらいで印刷してみようと思います。それではプリンターにセットします。はい、救出したナイロンフィラメントのプリントができました。それでは軽く見ていきましょう。まあ、とりあえず糸引きが出ているのと表面が結構デコボコしていて全体的に白っぽくなってますね。本当は透明な材料なんですけど、もう完全に泡立って白くなってます。これは汚いですね、印刷が。この救出してしまったナイロンフィラメントを乾燥させたらどうなるでしょうか。それではフィラメントをセットしていきます。はい、フルパワーで12時間の乾燥が終わりました。それでは開けて様子を見ていきます。あ、しっかり硬くなってますね。左側が乾燥したナイロンで、右側が救出した柔らかくなったナイロンです。こんな感じに乾燥させた方が少し硬くなっています。ちょっと動画だと伝わりにくいんですけど、触ってみると明らかに違いますね。しっかり乾燥ができていてかなりパリッとしています。これだったら印刷もしやすそうですね。ちなみに乾燥中の温度はこんな感じ。あんまり温度は高くないですね。フィラメントは 17g ほど軽くなりました。これだけの重さの水分が含まれていたってことですね。それでは実際に使っていきます。はい、乾燥させたナイロンフィラメントでプリントしてみました。いや、めっちゃ綺麗やん。ちょっと比べてみますかね。でもとりあえず糸引きが全然なくなりました。で、あと透明感が出ましたね。全然違います。別物ですね。表面の滑らかさも格段に上がってますね。 3D ベンチも全然違います。乾燥させた方は中のインフィルが透けて見えますね。まあ、ちょっと温度が高かったのかてっぺんの部分が崩れてますけど、全体的に見るとかなり綺麗になっています。ナイロンフィラメントでもしっかり乾燥ができていますね。ナイロンフィラメントは吸湿しやすくて乾燥させるにも必要な温度が割と高めです。ただポリドライヤーを使えばしっかりできてますね。ナイロンができるんだったら大抵のフィラメントの乾燥もできると思います。まあスーパーエンプラの乾燥は結構きついとは思いますけど、一般的に使われているような樹脂だったりエンプラだったら大丈夫そうですね。かなりいい感じだと思います。はい、ということで今回は 3D プリンターの材料であるフィラメントの防湿と乾燥どちらもできちゃうポリドライヤーを使ってみました。いや、めちゃめちゃ便利な商品ですね。こんな機能あったら欲しいなって思っていた機能がとりあえず詰め込まれてます。実は今回みたいな商品を紹介してくれっていうような依頼が結構いろんなメーカーから今までも来てたんですけど、
大体ですね、なんかまあ商品ページとかを見て、この性能だったら僕あんまりいいように言えないかもしれませんが大丈夫ですかみたいなことを言うと、じゃあ今回やめておきますみたいな感じで断られることが多かったんですよ。ただ今回の依頼品を見た時に、あれもしかしたらこれ結構いいかもしれんなっていうことで依頼を受けることにしました。で実際使ってみるとね、結構ね使いやすいっす。まあ、僕は今まで自作のフィラメントホルダーを作ってそれを使ってきたんですけど、今後はまあポリドライヤーでいいかな。まあ、何年前に最初のフィラメントホルダーを作ったかちょっと覚えてないですけど、いろいろ改良を重ねて使いやすくなったものの、まあ、今回の商品を超えるのは結構難しいんですよ。技術的なっていう話よりも、時間的、あとコスト的な面を考えると、どう考えても買った方がいいんで、なので今後はこれを使い続けようかなと思います。ちょっと悔しいかもな。いや、そんなことはないか。基本的に僕は買えるもんは買え派なんで、この商品が発売されたのは結構喜ばしいことではありますね。でこんないい商品が発売されましたんで、僕が今販売しているフィラメントケース、防湿フィラメントホルダーに関しては、全部廃盤にしようかなと思います。どう考えてもね、量産品に勝てないんですよね。クオリティ的にもコスト的にも。なので僕のやつは廃盤して、もしフィラメントホルダー欲しいよっていう人はもうポリドライヤー買ってください。こっちの方がいいです。どう考えてもこっちの方がいいです。概要欄にリンクを載せてますんで、フィラメントホルダー欲しいよっていう人はよかったらそっちを見てください。お世辞抜きでこの商品は結構いいと思います。まあとりあえず理想的なフィラメントケースが発売されたので、今後僕がフィラメント一つだけ入るようなフィラメントホルダーを作ることは多分ないと思います。今まで僕のフィラメントホルダーを買ってくれた方々、本当にありがとうございました。今後フィラメントホルダーが欲しくなったら、自分で自作するか、今回紹介したポリドライヤーを買ってみてください。皆さんも 3D プリンターを安定して使いたいときは、防湿や乾燥に気を使ってみてください。動画ご視聴ありがとうございました。一般人工作室では、一般人から逸脱した何これバカなのって思える工作を目指して活動していきます。また YouTube 配信では、普段の動画以上に細かい手順の解説をしたり、質問に答えたりしています。よかったら遊びに来てね。それではまたね。